いいやー乱世乱世どうもミスサーブシトでございます本日は「どうする家ス本編解説第29回イガをえろいやー面白かったですねはいこれねあの「イガ越え」にはさまざまな説があって一時資料がないから詳しいことは分かりませんということはね一つ前の動画でお話ししましたけども、まあ、そんな何もわからないイガ越えをどんなふうに この大河ドラマで描くのか私もね非常に楽しみに待っておりましたがいやー面白かったですねはい今回もねすごい面白かったので、えー、あくまでこれはねドラマのオリジナルの話が、えー、ある中で、えー、歴史的には歴史学的にはこういうことが言われているんだよといことね紹介していきたいと思いますさあそれでは行きましょう第29回伊賀を超えるの解説でございますさあまずですねこうそもそもとしてなぜ伊賀越えなのか これは結構質問が、ね、来ていたので、ね、一回ここで、えー、整理させておきたいなと思うんですけども、えー、堺にいた、えー、家康がなぜわざわざ伊賀の方に向かっていったのか、他にもっと道なかったのかってねいうところですよね。はいまあ、例えば、えー、堺にいたわけですから、そこには信長の三男、織田信孝がいたりとか、それから織田家の重臣、丹羽長秀がいたりとかして、もともとこの人たちに家康は接待を受けるっていう話があったわけですよね。てか、はな接待を受けてたんですよ。まあ、どうする家康では描かれてませんでしたが、受けたということになってるんですよね。 新朝後期とかによれば、はい、なのでその神戸信孝とか、えー、この庭長秀を頼ればよかったんじゃないかっていうね、えー、そういう声もあったりとかするんですが、まあ、ただですねやっぱりこの時、えー、もう織田家の武将たちっていうのはみんなこう疑心暗鬼になってますから、まあ、正直ね、えー、信孝とか庭長秀を家康があの少人数でね。えー 行動してるって中で頼りに行くっていうのは正直結構リスクが高かったのかなという風に思いますというのもですねこの本能寺の変が起きた後この寒兵信長と丹長秀はですね、えー、その四国征伐四国の長州下部元近を倒しに行くぞということで兵士を集めてたんだけど信長が死んだっていう知らせを受けてその兵士たちがパニック状態になってみんなこう逃げちゃったりとかしたんですね、まあ、それで明智を撃つ、えー、軍勢を率いることができなくてですね、まあ、とりあえず 自分の,そのこうね四国、征伐軍の中にいた津田信須ですね、彼を殺しに行くということをやってるんですよ。このなんでこの津田信須を殺しに行ったのかっていうと、彼はですね、信長の甥いにあたる人物なんですが、信長の弟の子供ですねにあたる人物なんですけども、妻が明智光秀の娘だったんですね。だから細川澤雄樹とかと一緒で、光秀の娘婿っていう立場にいた人物なんですよ。 ただそれだけの理由で実際その三井でとつながっていたかどうかなんていうね確固たる、えー、証拠はなかったんだけどただそれだけの理由三井での娘婿だから三井に内通する可能性がある三井で側につく可能性があるという理由だけで、えー、殺しに行ってるんですよね、まあ、これはほとんど本当に無実の罪だったというふうに言われてますけども、えー、津田信純を殺してるんですよこう信孝とか庭羽長秀っていうのは。 まそういうことをやってる身内でね殺し合いが起きているというようなまあ極限の状態ですからまあそんなところをね頼りにえこうね一応、戸様の一応一門宗織田のね一文集となっているとはいえまあ戸ざの家康がですねそこに行ったらですねどうなるかちょっとわからないというところでまあ正直、ここのね神戸信孝や庭中秀を頼るっていう選択肢はなかったのかなというふうに個人的には思っています。 のを通っっていけばよかったんじゃない。最初から船に乗ってればよかったんじゃないとそしたらそんな忍者とかのターカーなどで済むんだから、ね、海で行きなさいよっていう声もあったと思うんですけどもまあカイロはやっぱねかなり、えー、危険が伴うやっぱ今のね、まあ、今の船ですらねこうし何かあったら沈んじゃうわけですから当時の船なんて沈むなんていうことはよくある話でやっぱかなり危険だったっていうのがまずカイロを行くってことはそもそも危険なわけですよね。うん あそこってねなんかその江戸時代ぐらいには、まあ、確かにカイロとしては使われてるみたいなんだけどやっぱり水難事故は結構ね起きてますしやっぱちょっと無謀かと思われます。 もともとそのね、海を渡って帰りますよっていう話があって、船を用意しててみたいな、万全の準備が整っているなら生きると思うんですけど、急に行って、船出してくれって言っても、まあ難しいと思います。そんな用心を護衛しながら行くっていうのは難しいと思いますし、この紀州にはですね、まだ最下州っていうのがいまして、この最下州は信長に従ってる人たちもいるんだけども、いや、俺たちは信長には従わねえぞって言ってるね、人たちもいて、一番いいわではないので、反信長勢力っていうのも紀州にはいるんですよ。 で後々その秀吉が紀州征伐って言ってね侵攻、えー、してまあ伏させるわけなんだけどもそれまでは反信長の勢力もいますのでやっぱり危険紀州の、ねえー、方を通っていくっていうのは危険です当然海賊もいますしね家康が完全に支配してる遠東江東とかのあっちの海だったらいいんですけど あくまでここは織田陵ですから、信長が死んだ、そして信川も死んだってなったら、もう好き放題カオスになってしまいますので、そういう海賊たちがすんなりとね、家康を通すかどうかっていうのはわからないっていうところで、やっぱり海路を選択するっていう道もなくて、まあ、消去法でやっぱ陸路を通って伊賀を越えていくっていうのが、ね、一番安全という判断になったんだと思います。 そして、えー、宇治を越えて高賀の信楽の方に、えー、入っていた家康一個ですがそこでお世話になったのが高のタラオですね、はい、もうなんかすごいねいい人すぎて逆に怪しいみたいになっちゃってますけどあんなね大げさに艦隊してたらねなんか他の人たちに気づかれるだろうと思うんですけどもうちょっとねあの慎重にやった方がいいんじゃないのかと思いましたけど、まあただいい人たちだったっていうね田良美敏さんたちなんですが、まあ、こういう人たちは当然高賀の、まあ、忍者になるわけなんですが、えー、この田良光敏さんはかなり早い段階から 信長に属していた高賀の忍者の一人です。 甲賀衆って言ってもね甲賀衆がみんな一枚岩で行動してたわけじゃなくて、えー、信長に反抗して六角氏とかと一緒に戦ってた人たちもいればいや俺たちは信長につくわって言って、えー、信長についてた人たちもいるので結構ドライなんですよねその時その時でみんな甲賀衆といっても俺たちはこっちに行くでみたいな、まあ、そういう人たちはいたわけですね、まあ、そんな中忠光満さんはかなり早い段階から信長に属していたというふうに言われていますだからまあ新信長派なんですよねだから家康にも優しくしてたんだと思います信長の一味ですからね それで第二次天正伊賀の乱信長の息子信勝がね伊賀を平定して、まあ、それで、まあ、過酷な、えー、その殲滅戦が行われて伊賀の人たちは信長を憎んでいると言われてるんですけどもこの第二次天正伊賀の乱の時にも太郎光利は信長方として出陣したのではないかと言われています。 まあこのね、えー、天正伊賀の乱に関しても一時資料がないからわ、まあ、からないことが多いんですけどもとしての息子光、えー、本っていう人が、えー、高賀の方から伊賀へ攻め込んだという記録も一応ありますんで、えーまあ、だいぶ信長派なんですよねで伊賀とは、まあ、敵対関係というか伊賀の人たちからきっとね恨まれてるような、まあ、そういう人たちだったというふうには思います、まあ、半蔵はね同じ忍者だから手を取り合うはずみたいなね <laughs> 適当なこと言ってましたけども、まあ、高賀忍者伊賀忍者だから えまあそのね愛入れないとかそういう話ではなく高賀忍者の中でも信長に従っていた人たちはいて伊賀の人たちから恨まれてるような人たちもいたというところですね。はい、でこの太郎光さんは後にですね天正12年か13年ぐらいですかねの時に家康から治療を与えられてるんですよね、えー、褒美を与えられてると。でその褒美っていうのがこの家康の伊賀越の時にいろいろとよくしてくれたから あ、えー、あの時はありがととうっってていこででかららをもるみたいなんですよ、まあ、そういう事実があるので、まあ、この家康はどのルートを通ったのかいろんなルートを通ったっていう説がある中で、まあ、この甲賀信楽を通って太郎光年の世話になった太郎光年の、えー、ところのねお城に泊まったんじゃないかっていうのは、まあ、結構有力な説として一つあるわけですね。でここからちょっとね余談にもなりますけどもこの太郎光年さんは家康から稚魚をもらったんですがその後は秀吉が天下人になると秀吉に従って まあね、蔵したわけですね秀吉に従っていたんですけども、まあ、その後、えー、豊臣秀次ですね多分豊臣秀次に使われてたかな、まあ、秀次事件に連座して改易、えーえー、書類を没収されてしまうという、まあ、浮き目に遭っております。 ただその後この三利さんの子供の三本それから三則っていう人が家康の家臣となっているらしいのでやっぱりこの家康からのこう信頼というかやっぱあの時助けてくれてありがとうっていうのはあったのかもしれないですよねわざわざね改易されてるのにあの拾ってくれたわけですから、まあ、その裏にはもしかしたらこういうね本当にあんなふうにね家康を歓待して、まあ、美味しいね赤飯とかでもてなしたことがあったのかもしれませんねただねそうなってくるといやちょっと待ってくれよと 武士党さんこの前の動画でね大和ルートの話があるって言ってたじゃないかってね思った方もいるかもしれませんそう大和の方から家康は以外に入っていったんじゃないかっていう説もあってそっちが本当だったとしたらまあその真反対ですからね信楽はあその高架は北の方にありますから、まあ、そっちに行くはずがないわけですよね、うん、これどうなってんだいって話なんですがこれはもうねドラマでもう,うまいこと描かれてましたね、えー、すなわち家康は、えー太陽 何てかに分けて、まあ、こうおとりにする、えー、ということでね何てかに分けて少人数で行動していたから、まあ、いろんなルートをこう家康一行が通っていて、まあ、その結果いろんな伝承が各地に残っていたりとかいろんなところでそう、ね、記録家康がここを通ったみたいな記録があ出てくると、ね、いうことになってるわけですね。と、はいまあね、い,いうふうになってましたね。 まあ2人はもう結構年いってますからねああもう50代60代ぐらいですかね、えー、結構年いってるからもう我々はもう大丈夫ですみたいなねあのついていけんのじゃんみたいなことでね別ルートを通ったってことになってましたけども、まあ、逆にそのドラマの方ではこの2人がね安全にとか風呂とか入れてもらってね安全に通り抜けられて逆に家康がピンチになってしまったっていうねいうふうにそういう解釈で書かれてましたけどもああいうふうにね、えー、実際そヤ大和とかにも記録は残ってるんだけども こっちの高賀の方にも記録が残っているってことはきっと家康たちはバラバラに動いていたんだろうっていうことでこういうね解釈がされたわけです、はい、でそんな中で、えー、穴山梅雪さんがね家康の身代わりとなって、えー、死んでしまったっていうところが、ね、ありましたよね我こそは徳川家康と申しておりましたので、ね、首を持ってきた兵士が言ってましたけどでそれを明智がねこれは梅雪の首じゃあっつってバーンってパワハラしてましたけどぶ、ね、ん殴ってましたけどもはいあれね梅雪さんは家康みら家康を名乗って明智に打ち取られたというふうにドラマの方では描かれていました 実際それはどうなのかってねそ、そんなこと本当にあるのかってね、まあ、思った方もいるかもしれませんが、これはあながちね、えー、こういうこともありえたのではないかってね、まあ、正直僕はね、ちょっと思ってしまいました。というのもですね、これは伊賀越えの謎の動画でも話しましたが、穴山梅スが死んだ後イ家康はですね、えー、ものすごくすんなりと穴山梅スの維新たち、穴山衆を吸収することに成功してるんですよね。 その後家康は天正神宮のラインになって関東に、えー、軍を出していきますけどその時穴山の,その、ねえー、家臣たちっていうのは当主がね死んでしまったと、まあ、一応その当主はバイセ雪の息子の勝千になってるわけだけども、まあ、でも事実上の当主だったバイセ雪が死んでしまったと殺されてしまったにもかかわらず家康を疑うことなくすんなりあじゃあこれからは家康さんのお世話になりますって言って家康の配下に加わってるんですよね。 まあこの売説の死に関してはいろんな説があります家康がおとりにして見殺しにしたとかね、えー、なんか口封じのために殺したみたいな、えー、同女上司の大人とかで、ね、やり方されてましたけども、まあ、そういったいろんな,なんか事情が、ねえー、こうあったとしたらあの山衆も家康のことをちょっと疑うのではないかっていうふうにかん考えられるわけですよね怪しいと、ね、私たちの当初見殺しにした家康は本当に信用できるのかっていうところでね交渉が難航しそうなもんなんですが、まあ、すんなり。 家康、えーああううね、のもとに下っているってことを考えるともともと穴山梅雪や穴山衆っていうのは家康のことをすごく信頼していて、まあ、その織田政権の中でもね家康と仲良くなってやっていこうっていうことをね、まあ、考えていたっていうことは考えられるわけですよ。まあ、そんな中でこの伊賀越ええー、がね、まあ、この本能寺の変化が起きて伊賀越えをするということになった上で梅雪、えー、が、まあ、自分たちのね自分の家臣や子供たちを任せる家康、えー、のためにここはあえて。 まあ出家ししてる身でもありますしね私が身代わりになろうとして死んだっていうねいう風に考えられるのは、まあ、全然あるのかなと思いましたね、うんまあ、これまでのそのわいのイメージっていうのが武田をその土壇場で裏切った、まあ、裏切り者府中者っていうイメージがすごく強かったですからまあくせ者感はすごくあるわけですよね地消ですし実際売いっていうのはねなのでこうくせ者感があってまあ結構嫌なやつっていうイメージが強かったんですけども、まあ、今回はそれをね、まあ、すごくガラッとこの売いのイメージを変えてくれましたよねドラマはね うん、だからまあそういう解釈も僕はすごくありなのかなと思いましたね。うん、実際こうドラマの中でもその梅スが前回ね、えー、その主君を裏切って手に入れた平穏というのは虚しいものがありますみたいなことを言ってたから梅雪をね心の中にもその後ろめたさみたいなものもあったと思うんですよ。勝頼を裏切ってで武田をね家を継いでちゃっかり生き残っちゃって本当にこれで良かったのかなみたいな迷いがあった中で、まあ、ここでね、えー、家康のために。 自分たちの息子とかね威信たちを任せて家康に託して散るっていうのはね選択肢としては僕は、まあ、浮かぶのかな全然あるのかなと思ったんでこの描き方はねちょっとすごい新しいとは思いましたけどいや僕はいいなと思いましたね売雪がすごくあーのーいい解釈でね、えー、こう評価されたのかなというふうには思いましたねーいやーよかったですね梅雪田辺さんのね、あのー、演じ方もいいんですよね 田辺さんはあの風林火山とかではすごいねなんか嫌な,いやいやなやつやってたような記憶がありますけど「青天もつけ」なんかではね小高順中を演じて、まあ、すごくいいお兄ちゃんをねやってましたからすごい田辺さん見てると落ち着くんですよねなんかね。 うん本当になんか親戚のお兄ちゃんみたいなさ <laughs> それこそ本当に渋沢栄一に対する小高淳中みたいな感じで、まあ、もちろん、ね、会ったこともお会いしたこともないんですけどなんかすごいあの安心するんですよねー田辺さんを見てると、まあ、そんな田辺さんがこの売雪を演じてで、まあ、もちろん頭の切れる地層ではあるんだけど、まあ、最後は家、ね、康のためにこう死んでいくいいやつだったっていう風うなあ、ね、売雪を演じてくれたのが、まあ、僕はすごい良かったなと思いますね。うん 売説いいキャラなんでねちょっとね、まあ、いずれねこう武田大我がねまたやるっていうことがあれば、えー、もっとねこう「バイセツ」をフィーチャーするようなね話にしてほしいなというふうにね思いました。 さあそして、えー、売いの犠牲などもありながら家康はね伊賀に入っていったわけでございますけども、まあ、そこで、えー、服部半蔵、えー、服部半蔵が、ねまあ、戦,というか戦闘ではすごい強いから、えー、役に立ってましたけどもいざ伊賀に入ってね私は服部半蔵だっつって、ねえー、俺の話を聞いてくれみたいなこと言っても全く役に立たないっていうね役立たずっぷりが <laughs> 描かれてましたけどもこれ、どういうことなのと。 ね、伊賀に入ってあんな無下な扱いされることあるのとどうなってんだよとね、えー、正直ね思った方も多いかもしれませんけどもちょっと改めて、えー、服部党と伊賀の関係っていうのを、えー、もう一回見ていきたいと思います。はいえー、そもそもねこの服部家、えー、服部家は伊賀の名家だっていう風に半蔵は言ってでもね桃地丹波とかはね、えー、そんなの知らんみたいなね大笑いするみたいなねシーンがありましたけどもこれね、えー、服部家が伊賀の中で名家だったかどうかっていうのは正直。 わかりませんんやっぱ伊賀にに関してはね本当にもう謎だらけなんです修羅の国だとか言われてましたけどあのもう謎だらけなんですよね資料が一時資料がほとんどなくてよくわかんないんですよ。ただ一応そのえ関岡家っていうね伊賀でえそれなりにその名のあった家らしいんですけど関岡家っていうところの家電によると服部家は伊賀の国において2,000人を率いる大将だったというふうに伝わってたらしいんですよね。うん、でもこの関岡家の家電がね本当かどうかだったかちょっと分かりません。 結構その伊賀忍者関係の研究してる方から、方たちからすると、あの、疑わしいって言われてます。<laughs> かわいそうに。本当かみたいなね。結局その江戸時代にその、ね、忍者たちがね、その伊賀同心として、まあ、有名になってったから、なんか後付けで作られてんじゃないのっていうふうにも考えられていて、まあ、実際のところはわかりません。まあ、ただ一応関岡家の家電によると、ハットリキは2 0 0 2の大将だったと。 言わわれてるわけですねだったらまあ2,000人を率いるぐらいですからね結構すごい家だったんじゃないのって言えるかもしれないんですがただ一つね、えー、問題点はその「服部半蔵のお父さんんがそんな名を知たた人だっっかかどうかっていうことですよね、えー、我が父は服部半蔵安永知っているだろう」みたいなこと言って誰も知らないみたいなねそんなやつは知らんみたいな言われてましたけどもこの服部半蔵安永さんこの人もね実態がよく分かりません。はい 一応なんかそのね、関西長州諸家府、つまり服部家の由緒によると、この服部半蔵安永は、もともと足利幕府の将軍、足利義晴に仕えていたらしいんですよね。え、ほんまでっかって感じはしますけども、もともと将軍に仕えてましたと。まあでもその後なんやかんやあって三河に流れ着いて、でそこで、えーまあ、徳川家に、というかね、松平家に仕えましたよと。まあそういうふうに言い張ってるというかね、言ってるわけですよ、服部半蔵家は。 まあそれがね本当かどうかはまずわからないですしまあそも,そもそも将軍に仕えていたのになんでその三河に流れてきて松平でねただの国衆ですよ松平に仕えてんのっていう話になりますからまあちょっとなんか怪しいと。まあ場足利将軍に仕えてていたとしても その松平の歌詞になったってことは、まあ多分なんかやらかしてうまいこといかなくて、なんかこうね、出向してきたみたいな話なんじゃないかと思わ,思われますし、まあそもそもその伊賀のメーカーであるにもかかわらず、伊賀の国を出ちゃってるわけですから、出てその食いぶちを探してるわけですから、出稼ぎに行っちゃったわけですよ。やっぱ伊賀の国ってすごい狭いですからね。結局まあ仮にその服部家がそれなりに伊賀の国で、えー、名のある、 一家だったとしても少なくとも半蔵のお父さんこのハートリ半蔵安永自身はその伊賀の国で、えー、居場所がなくて、えー、出稼ぎに外に出て行った人ですからまあその程度のまあ知名度というかねその程度の人でしかなかったんじゃないかなというふうに思いますそんなすごい人ではなかったと思いますだから本当にどうするスで描かれたように、えー、あのはあの半蔵がね、えー、俺の父はハートリ半蔵安永だって言っても誰も知らないっていうふうに言われちゃうのは まあなんかある意味リアルっていうかねそうなっても仕方ないのかなっていうね感じがしましたねこの辺りが面白かったですねだから我々の知っているその服部半蔵のネームバリューが大きすぎて実態は結構この「どうする家康」で描かれてる半蔵が近いのかもしれないってところですよね、まあ、あの辺はすごい面白かったですけどね。 もう全然半蔵、今までもなんかね、ちょっと半蔵情けないキャラみたいになってきてたけど、ここに来てね、あ役に立つのかと思いきや、結局あんま役に立たなかったっていうね、まあ、戦闘では強かったですけど。で、そうなってくるとですね、いや、待ってくれ、そもそも、シンくん伊賀越えっていうのは、伊賀忍者たちの助けがあったからこそ、家康は無事に伊賀を越えられたっていう話でしょうと。 それと矛盾してきちゃうじゃないかと。服部半蔵が何の役にも立たなかったんだったら、神君伊賀越えで忍者たちが家康を助けたっていう話はどうなるんですかっていうことになるんですけど、まあ、このね、神君伊賀越えで、えー、忍者たち、伊賀忍者たちが家康を助けたっていう話が、まあ、そもそも作り話なんじゃないかっていう説があるんですね。これは忍者を研究してる方たちの間で言われてるんですよ。かわいそうすぎる。ちょっと待ってくれよ。これ以上、伊賀忍者をもう、伊賀忍者を貶としめないで。 もう伊賀忍者のライフゼロなんですけど <laughs> それでもそれでもまだ言うんですよいやあれ嘘ですよと多分作り話ですよと研究者の人たちは言ってるわけですよねなんでだよって話なんですが、まあ、そもそもまずその徳川家の公式の見解公式資料徳川実記っていうものがあるんですけどもその中にはこの真君伊賀越えに関して服部半蔵のハの字も出てこないんですよね半蔵のおかげで伊賀忍者をねこう統括してくれてその誘導によって伊賀を越えられた ありがとう半蔵みたいな話は一切出てこないですね徳川家の公式見解の中ではつまりこれは伊賀忍者たちの優勝書きそれから服部半蔵のその関政府の中に出てくる話なので服部半蔵や伊賀忍者たちが自分たちで言ってるだけなんですよねいや俺たちは俺たちは伊賀越えを助けましたと家康様を伊賀越えで助けたんですよって忍者とか半蔵の家は言ってるんだけど徳川家からしたらえ みたい,ないやまあいや知らんけどなみたいな感じになっちゃってるわけですよねかわいそう自称してるだけなんですよなんでそんなことになってたんだおかしいだろうっていう話なんですけども、まあ、これはね多分その江戸時代に、えー、伊賀同心っていうものがねできて、えー、将軍たちの親衛隊を忍者たちがやったわけですよねっていうそうこれは事実としてあるわけですよ で、その資料的にも確実な資料的にも伊賀忍者たちが活躍したっていうのは、まあ、家康のこの本能寺の辺後なんですね。この神君伊賀越えが終わってから家康が天下取りに邁進していくっていう中で、まあ、忍者とか半蔵とかが活躍したっていうことは、まあ、一時資料にあるわけですよね。確実にそれはあるわけなんですよ。で、その結果この江戸時代に伊賀同心として、まあ、その将軍の親衛隊ですからめっちゃいいところに住んだりするわけですよね。まあ、それなりにいいポジションが与えられていくことになったわけですよ。まあ、そこから逆算して、 その伊賀忍者たちが俺たちは将軍の親衛隊なんだと忍者は将軍の親衛隊だっていうね強いアイデンティティを持っていてでその由緒を落としてそれは何で俺たちがこういう親衛隊になれたかっていうのは、まあ、実際はね実際は神君の伊賀越とか関係なしに普通に忍者たちが優秀で、えー、家康の天下取りの中で少しずつその仕事をこなして、えー、出世していったから家康から信頼されて伊賀同心っていう風に親衛隊っていう風になったっていう。 ことが実態なのかもしれないけど、ま、忍者たちのそのアイデンティティとして、いや俺たちが徳川将軍家の親衛隊なのは、真君伊賀越で家康様と苦労を共にしたからなんだってね、こうなんか記憶が書き換えられるっていうか、存在しない記憶を作ってみんな言っちゃってたっていうねことなんじゃないかっていうふうにも言われてますね。ーいやーこれは面白いですよね。でもね、まあこれはね、何とも言えないです否定もできないし肯定もできないと言いますか。まあ、人の記憶なんてそもそも曖昧なもんじゃないですか。 まあそんな事実はなかったにしてもまあそういうふうにね、えー、俺たちの,そのアイデンティティの根源は神君伊賀越えにあったんだと伊賀を越えた、えーね、家康様を命からがらね、えー、逃げ延びさせたのは俺たちのご先祖様なんだっていうそういうそのなんか矜持によってねあ作られていってしまったんではないかという話もあります。伊賀、うん、の,、ね、の優勝っていうのも江戸時代、えー、半ばぐらいに、ね、なってから書かれてる可能性も結構ありますからね。 写しがもう1700年とかね18世紀代18世紀後半とかに書かれてるものなんでねうんなんでねちょっとこれはね何とも言えないですけどもまあそういったことでこれまでの伊賀越えって結構僕もいろんな大河ドラマ見ましたけどそんなにやっぱ服部半蔵活躍ないんですよね服部半蔵がめちゃめちゃ活躍した伊賀越え多分ないですねこれまでの大河でもうん、まあ、だから我々がその半蔵に持ってるイメージと裏腹に まあこの歴史の世界の中ではやっぱりえこのね活躍がなかったっていうねことになって,たんなってるんでしょうね。うん面白いですね。まあ、それがこの「どうする家康」の中ではこう絶妙なバランスになってましたよね。うん一生懸命家康を守ってたけど実際そのあんまり役に立ってなかったんじゃねえかみたいなね。<laughs> まあなのでね今回のこの伊賀越えのね服部党の活躍っていうのはまあすごいよくできてたなというふうに思いました。めめちゃめちゃゃ面白かったですね、はい それからね、もち丹波もね、めっちゃいいキャラして、マジでもうイメージ通りのもち丹波っていうかね、あの白ひげでね、すげえ髪もね長くて、あー桃地三太夫っていうね、まあ、伝説上の忍者、人物がいてね、まあ、その三太夫のイメージに近いかなっていう感じはしましたけどね、めちゃめちゃ強そうでしたよね。あまあ、実際強かったですけど、もち丹波良かったですね。まあ、これがちょっとなんかね、あの ちょっと私のねあの、配信のコメントとかにも来てましたけど、あのウィキメディアに、えー、書いてある情報によって、いや、桃地丹波って26歳だぞ、この時みたいなね、あんなおじいちゃんなわけがないみたいなね、コメントもありましたけども、まあ、多分ね、桃地丹波って、 のそもそもこの桃地丹波の、えー、人物像に関してはわからないことだらけなんですよね。まあ、桃地丹波っていう人がいたっていうことは、えー、多聞院日記とかから確認はできるんで、そういう人物がいたのは間違いないんですけども、それはどういう忍者だったのか、何してたのか、いつ生まれたのかっていうのは、まあ、多分わからないはずなんですよね。ちょっとウィキペディアの方の出典を私は確認してないので、まあ、断言はできないですけども、まあ、多分あれは、まあ、間違えか、まあ、別の誰かの、ね、ことを指してるの可能性があると思います。 多分ウ Wikipedia の方が間違ってるんじゃないかなと思いますね。実際の桃地丹バがどういう人物だったのかっていうのは、まあ、詳しいことは分かりません。まあでもね、詳しいことが分からないのは、まあ忍者ならではっていう感じもしますよね。忍者だったらやっぱりね、証拠を隠滅していくのが忍者ですから、自分の情報は一切出さずにね、えーこう、闇に隠れて生きていくようなもんですからね。逆にその詳しく分かっちゃったら忍者じゃないじゃんっていう話になりますからね。<laughs> だからその辺がちょっとね、もどかしいところでありますけども、まあでもこう、イメージする、えー、桃地丹波。 桃内三太夫みたいなね感じですごいかっこよかったですねあの桃地さんはいやよかった最終的にね、えー、考えを変えて家康を救ってくれてよかったです,ですけどねはいそして、えー、そのね、えー、服部党が全然役に立たないという中で家康、えー、を救ったのがまさかの本多正信でした偽本多だったわけですね、はい、本多正信の木さんでございます まあここでねあの伊賀越えの時に、えー、本田正信があえてね家康を救ったという話は、えー、多分ね記録にはないと思います。任意資料とかにもないと思います。なのであれは、まあ、ドラマのオリジナルの展開だというふうに思っていただいていいと思います。はいまあ、面白かったですけどねあやっぱ松ツケンさんが出てくるといいですね。締まりますねまたね話がね。はい まあここでねやっぱここまでこの本田正信を出さなかったのはやっぱりその家康がその信長のね、えー、下で揺れ動いてね瀬名を殺さなきゃいけないとか信康を殺さなきゃいけないというか、まああいうこう迷っていた時にやっぱ正信がいちゃうとねなんか何でも解決し,しちゃいそうな感じがしますから、まあ、あえてここまで出さなかったんだと思いますけども、まあ、実際の歴史上の本田正信がいつ家康の元に戻ってきたのかということに、ね、ついてちょっと考えていきたいと思います。 ま,まずですね、えー、一説によると、えー、1570年の姉川の戦いですね浅井長政朝倉義景と、えー、織田信長徳川家康連合軍が戦った、えー、姉川の戦いの時にはもう戦場に、えー、本多正信がいたっていうふうに言われているものもあるみたいですちょっと僕もねこう原点確認したいんですけどおそらく官政長州諸佳布かな本多正信について書かれているものを結構調べたあ中ではですねこの姉川の戦いの時にはいたというふうにされていました。 はい、それまではねあの加賀の国に行ったらしいんですよ三河一向一揆で家康と戦ってで、えー、三河を出奔してでそのあと加賀の国っていうのは一向宗の国ですから、まあ、一向宗の多分ねつて、えー、を使って加賀の国に行ってそこに住んでいたあっていうふうにね言われてるんですよね。でその後家康のところに戻ってきてるので、まあ、僕の個人的な想像としては、えー、姉川の戦いの直前、えー 金ヶ崎の戦いいでで信長と、ね、は撤退してくる時あるあじゃないですか、まあ、その時に金ヶ崎で結構加賀国の近くまでまあ行ってるわけなんで、まあ、その辺りでなんか合流するみたいなこともあるのかなっていうふうにね想像はしていたんですけども、まあ、今回ドラマの中ではだいぶね遅くなってこのタイミングになってましたと。えじゃあその確実な、まあ、確実な資料の中で本多正信が絶対にこの時には家康の元にいたって分かるのはいつなのかっていうとそれは1582年。 本能寺の変が起きた後の武田急進への感情の中で名前が出てくるそうです。これは大和田先生のチャンネルでもね言ってましたけども。まあ、そこに名前が出てくるので、まあ、この本能寺の変の前後にはもう家康のところにはモうているのは確実なわけですよね。 でそんなえ感情を出すところに名前を添える、えー、連習ではありますけど名前を書くぐらいですから、まあ、一家臣として、えー、ちゃんと認められてるっていうわけですからまあ起算してでそこからその感情に名前を添えるぐらいのポジションにこの1582年の時点になっているということは まあそこから逆算すると本能寺の変化が起きる前には戻ってきていてお,おかしくないのかなというふうには思います。だからまあよくわからないいつ戻ってきたのかよくわからないとはいえまあ姉川の戦いの頃には戻ってきていたって考えるのはうん自然かもしれませんねわ、うん、かんないですけど、うん、まあとにかくわかんないことだらけなんですよね。 で、ドラマの中でもちょっと言及がありましたけども、この、お起産した政信っていうのはすぐ武将になれたわけじゃないんですよね。鷹、えー、城って言って、鷹狩りの、鷹狩りをこうやる人みたいな、鷹城として、だから武将ですらなく、武士ですらなく、鷹城として、家、え、康、ー、に仕えていた時期があったんですね。まずそこからちょっとあの出直しみたいな感じでね、やってた時期があったらしいんですよ。 でこれは何からわかるのかっていうと、まず三河物語ですね。三河物語の中で、えー、この本田正信が高城をやっていたと。まあ、武将に、すぐ武将に戻ることができず、高城としてまあ下積みをしていた時期があると。で、そのところに、大久保忠世ですね。大久保忠世、あのね、ハンサムだね、二枚目の大久保忠世さんのお世話になってたみたいな。 正信がその三河一行一行の後出奔して自分の家族とかね残三河に残ってたんだけどその面倒を見てたのも大久保忠世だったらしいんですよだから実は忠世とねこの正信ってすごい仲良かったらしくてえその時に鷹条として働いてた時も大久保忠世さんがえ要は正信を面倒を見てましたよってことが三河物語に書かれているとでそれ以外のものでも「大徳院伝五十期」っていうね資料がありましてまあこの中でですね、えー 時川秀田ののでであっったえ大場のつぼねっていいう、まあ、人がいるわけですねその人の,のエピソードが書かれててその中でえその大庭局っていう人が、まあ、その秀忠のね、まあ、後に将軍になる人物ですから家康の嫡男の秀忠の乳母を務めたくらいなんで、まあ、すごいまあ女性でありながら身分は高かったと。にもかかわらずあのご飯食べる時に自分でご飯をよそってあの食べてたらしいんですよね。 でそれを見た正信があの大葉の坪殿ほどの方だったらあの次女がいるからねその召使いがいるわけだからその人たちにご飯継がせてそんな自分でご飯ついて食べなくてもいいんじゃないですかみたいなことをね言ったんだって正信が大葉の坪江さんにそしたら大葉の坪江さんがあのね私はそのね昔は貧しかったわけだから今はねこうやってその秀忠様の乳母をやっていい身分になったけど苦労してた頃のねことを忘れないように今でもちゃんとご飯は自分で継ぐようにしてるんだと。 その贅沢しないようにしてるんだとね楽しないようにしてるんだよとあんたもね鷹匠だった頃のねことを思い出してたまには苦労しなきゃだめだよみたいなことを逆にこうなんか説教されるみたいなねその大場のつもえさんに正信が説教されるみたいなエピソードがあって、まあ、すごいこれ面白いしこの大場のつもえさんのね人柄が分かるエピソードとして私も好きなんですけども、まあ、その中であんたも鷹匠でね頑張ってた頃のことを思い出しなさいみたいなことを言われてるわけなんで、まあ、実際多分正信は一回家康の元を離れてもうてきた時には鷹匠として家康の鷹刈りにお供するみたいなまあちょっとしたね雑欲 だからまあドラマの中でもそういう言及があったわけですよ。うん、でやっぱその下積み時代っていうのがあったっていうことを考えると、えー、この1582年にはもう感情を出してるっていうことがあるんで、まあ、もうちょっと前にはねやっぱり、えー、もうってきてたの。 かなと思いますねだからまあこうあれはもう完全にドラマの、まあ、シナリオのね脚本の都合上ここで戻したっていう風になってたんだと思いますまあなんでここはちょっとまあ私立、えー、ではないって言えるとこかなというふうに思うんですけどもね、まあ、ドラマとしてはまあめちゃめちゃ面白かったんで良かったかなというふうに思いますねうーんいや良かったですねこれからね本田正信は家康、まあのね腹心としてね、えー、真田正幸との戦いの中でね、えー、活躍と言いますかね、まあ、してやられたりとかしちゃうんだけども、えー、真田正幸とのねやり取りがあったりとかすると思うんでいやー楽しみですね あー真田昌幸もね佐藤浩一さんがやるってことでね表裏卑怯のものどんな感じでねやってくれるのか楽しみでございますはいさあ本日のお話はここまででございますいかがでしたでしょうか、えー、参考文献動画の概要欄に書いておきますのでそちらもチェックしてみてくださいはいあとちょっとね全く触れられませんでしたけども明智さんが、えー、死にましてね退場されましたね、えー、お疲れ様でしたいやー本当に佐藤さんの明智いやーよかったな僕はすごい好きだったねうん アケチファンからは勘弁してくれっていう、ね、感じかもしれませんけどめちゃめちゃ悪人めちゃめちゃ悪役としてね小物として描かれてましたよね。うん、まあね麒麟が来るでね明智光秀が主人公になるって言った時はね、まあ、それまで明智光秀といえばね「謀反人だ」とか「悪人だ」とか言われてきたけどそのイメージを覆すぞみたいなまあいろんな人たちが言ってたわけですけどもね。 うんまあ、そもそもでも明智光秀ってこれまでの「大河ドラマ」でもそこまで極悪人として描かれたことってあんまないんですよね信長からパワハラを受けたりとかして仕方なくやったとかさ、まあ、いろんな事情があってしょうがなくもう本能辺を変起こしたっていうちょっと光秀、まあ、でにも同情できる余地あったよね同情の余地あるよねみたいな、まあ、そういうような扱いされててそこまで、ね、そんなみんな言うほど光秀の,のこと悪人だと思ってないんじゃないのっていう感じはしてたんですけど今回は。 逆に,逆にそっちに振り切って悪人の超小物として振り切ってね、うん、あいつはやれるからやっただけでしょみたいなね確かにそんな顔してるわみたいなね散々言われてましたけど逆にここまで振り切ったのは面白いですねよくやったなというふうには思いますね、うん、これはちょっとねあの健三郎先生なんか怒ってんじゃないですか <laughs>、うん、私のご先祖様はこんな風に描くなっつってねぶち切れてそうですけども <laughs> まあまああ,のあくまでねドラマのね、えー、解釈ですからねはい、えー、私は面白いと思いました さあ、えーそ、それでは、えー、皆さん面白いと思っていただけましたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします、えー、これからもね解説動画バンバン出していきますので、ね、ぜひぜひよろしくお願いしますそれではまたお会いしましょうさらばじゃ